福岡ジビエプレゼンツ簡単おいしいジビエ料理。皆さんこんにちは。管理栄養士で福岡山口県で初心者さん向け料理教室を主催するけんちゃん先生こと鎌倉健司です。よろしくお願いします。ジビエとはフランス語で狩猟で捕獲した野生鳥獣の肉や料理のことを言います。実は福岡県でもイノシシや鹿といった美味しいジビエが手に入るんですよ。ジビエの中でもイノシシ肉はビタミン B 群、鉄分が豊富で代謝を整えてくれるんです。そんな栄養豊富な福岡県のイノシシ肉を使ったレシピをご紹介します。今回ご紹介するのはボタンの生姜焼き。イノシシ肉はボタンとも言われています。そのイノシシ肉を柔らかく仕上げるポイントもご紹介します。これで完成です。弱火で火を通すことでイノシシ肉が柔らかくなってより美味しく仕上がりますよ。ぜひチャレンジしてみてくださいね。福岡ジビエの店で検索。